映画ドラえもんシン、のび太の大魔教ペコと5人の探検隊は2014年の日本の SF コメディアニメ映画。藤子 F、藤尾の漫画、ドラえもんのび太の大魔教を原作とした映画、ドラえもんシリーズの第34作目である。監督は、役は新之介、脚本は、清水東が務める。夏休みのある日、前人未踏の大魔教を探検したいと思い立った。 ジャイアントスネオはドラえもんに未知の大魔教を探させようとする。無理な要求かに思われたが、のびたが空き地で拾った犬のペコが自家用衛星のカメラを操作した結果、写真の中からアフリカの秘境ヘビースモーカーズフォレストに佇む謎の巨神像が発見される。前述の4人に静かちゃんとペコを加えた探検隊はどこでもドアでアフリカに向かい、 目標地点の1 0 0トル手前から探検を開始する。初日、探検ムードを出すために、ドラえもんは秘密道具を使用し、アフリカのジャングルで猛獣たちと戦いスリルを味わいながら冒険した。夕方になり、空き地に戻ったドラえもんたちだが、猛獣たちから襲われる役ばかりでご機嫌斜めになったジャイアンは探検ごっこはもうやめだ。と探検の中止を宣言して、 家に帰ってしまう。その夜、ジャイアンは自身の部屋で幻の巨神像を目の前にする。巨神像はジャイアンにサインペンで書いた宝の地図を授けて消えていった。次の日、宝の地図の審議には半信半疑ながらも一行は再び大冒険へ出発する。しかし、 探検ムードを壊す秘密道具は全部空き地に置いて行こうというジャイアンの提案で、前の日に使った秘密道具をすべて空き地に置いていくことになった。船で川を遡上して、目的地に向かおうとする一同だが、巨大なワニの群れが現れた上、ジャイアンが舵を忘れたせいで、船は沈没し、どこでもドアは空き地の粗大ゴミと間違われて破壊され、脱出手段も、日本へ帰る手段も失ってしまう。 しかし、そこに現れた、原住民がワニを退治して、一行を救った。その夜、原住民の長老から、巨神像があるというバウアンコの謎について話を聞くことができたが、ジャイアンの神に背く言葉に怒った、原住民たちは一行を、村から追放する。やむなく、キャンピングハットの中で夜を明かすことになった一行だが、ジャイアンは、 自分のせいで皆を窮地に追いやった責任を抱えて、苛立ち、部屋に閉じこもって号泣してしまった。翌日、少ない秘密道具を駆使して、サバンナを越え、おどろんどろの谷にたどり着き、資料の国の謎を解いたその時、ペコが突然に即歩行になって話し始める。ペコの正体は進化した犬の国、バウアンコ王国の王子クンタックだった。彼は、大臣のダブランダーに父を暗殺され、 王国から命からがら逃げ出した末に日本へたどり着いたという。王国を乗っ取ったダブランダーは封印されていた古代兵器を復活させて人間世界をも侵略するための計画を開始したという。ドラえもんたちはペコを助けることを決意し国が乱れるとき10人の外国人が現れ巨神の心を動かすという予言に従って巨神像内部への侵入を企む。しかし、 待ち伏せを受けた一度は、古代兵器の空爆によって窮地に陥ってしまう。覚悟を決めたペコは一人で、巨神像へ向かうが、意を決したジャイアンがそれに続くと、ドラえもんな四人も後を追い、ついに全員が心を一つにする。巨神像へ突入する直前、伸びたの予言の外国人、あとの五人は、とうとう来なかったねという言葉を聞いた、静香ちゃんは、 先取り約束機を使ったアイデアを思いつき、5人の外国人、すなわち未来から来た自分たちを呼び出すことに成功する。新たに5人の味方と秘密道具を手に入れたドラえもんたちは激戦の末に巨神像を動かしてダブランダー軍の古代兵器を一掃。敗走したダブランダーは放棄した市民に追い詰められ、巨神像の攻撃で気絶する。こうしてついにペコは王として復権し、 バウアンコ王国は救われた。ドラえもんたちは王国の艦隊を受けた後日本へ帰国するが、過去の自分たちを救うという約束を果たすためにタイムマシンでもう一度戦いに向かうのだった。監督はテレビシリーズの演出を手掛けてきた役は新之助が初監督を務める。前作ドラえもんのび太の秘密道具博物館に引き続き、脚本は清水東、 キャラクターデザインは丸山光一が担当し、前作では不在だった創作画監督にドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャーでキャラクターデザインを務めた大城勝が登板している。また演出はドラえもん神のび太と鉄人兵団羽ばたけ天使たちより担当していた山岡みのるからテレビシリーズ及び映画で 作画監督や原画を務めてきた岡野慎吾に交代し、美術監督もテレビシリーズを担当してきた清水敏之が務めている。清水が映画ドラえもんで美術監督を務めるのはドラえもんのび太のワンニャン時空伝以来10年ぶりとなる。第2期映画シリーズでは恒例となったエンドロール後のおまけ映像の内容はドラえもんの鈴に星が重なり赤いマスクを身につけた。 ドラえもんのシルエットが映し出されるというもので、宇宙を背景に2015年春の公開が告知された。その後、ドラえもんのび太の宇宙英雄記であることが正式に発表された。おまけ映像後は、春ドラの次は夏ドラです。というキャッチフレーズとともに、スタンドバイミードラえもんの予告映像が流された。全国361スクリーンで公開され、 2014年3月8、9日の初日2日間で、公衆6億35万6700円、動員53万554人となり、映画観客動員ランキングで、初登場第1位を記録。また、ピアの調査による初日満足度ランキングでは、満足度92.0を獲得し、第1位となっている。翌週に、 アナと雪の女王2週位を阻まれても4週連続で2位をキープした。最終興行収入は35億8000万円だった。小学館各市や各企業で募集された犬にちなんだイラストコンテストで最優秀賞はエンディングで紹介。今映画と藤子 F、藤尾生誕80周年記念としてドラえもんが2014年2月15日から4月7日まで。 発売の小学館の雑誌全51誌の表紙を飾った。大人だけのドラえもんオールナイト、お台場シネマメディアージュは2014年3月7日に、今作とともに、のび太の魔界大冒険、のび太の日本誕生を上映。ポッドキャスト、デューラジオ映画チャンドラジオが映画記念として、期間限定で復活。ドラえもんと行く、日本最南端大自然の島々へ。 僕らの沖縄離島大魔教ツアー家族でワクワク大冒険は2014年3月15日から4月7日まで映画に関連した石垣島観光ツアー。任天堂 3DS ソフトゲームドラえもんシン、のび太の大魔教ペコと5人の探検隊。フルーより2014年3月6日発売。映画を題材にしたペコやドラえもんたち6人を操作するアクションゲーム。 藤子 F ・藤尾ミュージアムにおいて2014年1月30日から6月30日までの間藤子 F ・藤尾作品に登場する犬のキャラクターを集めた原画展ドラえもん映画作品ありがとうございます